こちら、久々英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ正解は、ちょっと B と C で悩んでる方いらっしゃるかと思います。そうです、こういう違いがありましたね。 Effect、 こちらは皆さん名詞、そして Affect、 他動詞。で皆さんこれ空詞の左側見ていただけますとすぐわかりますよね。助動詞でございますので、この空詞のところは動詞の原型を入れなくちゃいけない。ですから選択肢の B は×で、残った選択肢 ACD、 もちろん動詞でございますので自動詞他動詞を考えましょう。まずは選択肢の A、 Course ということですから引き起こす、そうです、引き起こしたよー、なーにょーということですので他動詞で、もちろん C のアフェクトも他動詞でいいんですが、じゃあ皆さんこれ空詞の右側、目的語はありますかと言われたら、もう見ての通り前詞プラス名詞でございますので N ですから、他動詞としての A と C は×よって正解は D というと、あ、ペイも他動詞ではなかったですかという方いらっしゃるかと思いますが、自動詞と他動詞2つありましたね。それでは下をご覧くださいね。皆さん、自動詞と他動詞、おそらく皆さんにとって有名なのは他動詞ではないかなって感じがいたします。じゃあ意味は、うんたらかんたらを払う。で、自動詞の意味、皆さんパッと言えそうでしょうか。割に合うという意味でしたね。で、払うというところから皆さん割に合う、ちょっといまいちですという方、もしくは自動詞割に合うがピンと来ない方、皆さんイメージしていただけるとよろしいかと思いますが、このペン、このペンが100円であれば皆さんお買い求めいただけますよね。そうです、皆さんは100円を払う。で、そのイメージを持っていただけますと、まあ、ホワイトボードにこんな感じで書けますので、まあ割に合うわね。そうです、このペンが100円であれば、まあ使ってても割に合ったわって感じになるかと思います。一方、このペンが100万円であれば、まあちょっとそれは割に合わなさそうですね。ですからそういう場合、人はお金を払わないはずです。ですからお金を払う、対価を払うということは、皆さん割に合うと感じているから。そうです、そういうふうにイメージしていただきますと、自動詞他動詞の意味、つながりが見て取れますね。で、あと皆さん、せっかくペイが出てきましたので、ペイオフ。皆さん、有名な熟語も確認しておきます。皆さん、ペイオフと言われて、意味はパッと思い出せますか？そうです、努力などが実を結ぶ。で、これを覚えていただけるといいんですが、もう少し応用力を身につけるためには、この括弧の中に入れる記号、これをイメージしていただけると柔軟に対応ができます。そうです、マイナスの状況、最初はそれを経験するかもしれませんが、まあ長い目で見たらプラスになるな、そうです、マイナスがプラスに変わる、こういうイメージを持っておくと結構柔軟に対応できますので、おすすめでございます。例えばこの本文戻してくださいね。文頭いきましょう。あなたが知っておく必要性があることと言われたら、皆さん真ん中あたりです。一生懸命頑張って働くと結局皆さん終わりに合いますよ、そういうことですという感じでバッチリです。では画面を書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指で手隠していただいて、で、丸1番から丸3番、そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。